った。俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。お、何やね。ヤッくん、こいつ結構やるから、みんなで一斉に行った方がいいよ。やっちまえ。マジか。やべ、離すなよ。気合の入った変態じゃねえか。ヤガミチ、ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはきっとハレンチなものになります。冗談じゃねえ。やるしかねえか。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。はあ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺、袋だ。どうだ、余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ、きっちり仕留めてやるよ。調子乗ってんじゃねえよ。どっからでも来な。ああ、いや、なるほどね。しゃあ、こうか。どうだ、なかなかのもんだ。腕の立つ探偵を痛めつけるってのは楽しめそうだ。お前ら手出すな。まずは噂通りか。俺が味見してやる。楽しもうぜ。やがれ。そしてお前はここまでだ。そうか。カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。
く頭をよせ。おら、うおおれ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めんかな。え、美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。おう、一丁ケーキの頼むぜ。そうですか。ではお三方、やっておしまい。おーやー、うわーしゃー、うわーだー、うわーだー、くわーだもう一つ奥の手があるんだ。おい、あれ、こちら異人町横浜99か、悪党どもに情けは無用、成敗いた。なんだ、叫んな。ねえ、君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ？顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ、二人とも。こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。頭で仕上がってぶち殺してやる。まだまだ。行け、サボ。
ヤガミ、付き合ってもらうよ。後ろだ。どこ見てる。誰も手出さないでくれ。俺にはよ、タボ、クワナの言いたいことも分かっちまう。お前ら二人どっちが正しいか答えなんてあんのか。